ミシェル・クラニーはアメリカ合衆国の女優。映画、舞台、テレビドラマを中心に活動している。ショータイムの番組、クイアーズ・フォークでのメラニー・マーカス役と、メイク・イット・ア・ブレイク・イットでのエレン・ビールズ役が最も知られている。オレゴン州ポートランドの生まれ、デイビッド・ダグラス高校を1987年に卒業。奨学金を得て、バレエの専門学校に通った後、 ロサンゼルスへ移住して、女優を目指す。1996年、ゲーム、イレーザーターンナバウトに、グレース・スワンソンの声役で出演し、声優としてデビューする。数年後、クルーニーは、映画、ジェイソン・ゴーズ・ツー・ヘール、ザ・フィナール・フライデーと、ユージュアル・サスペクツに出演する。他に、犯罪捜査官ネイビー・ファイル、ジャッチング・エイミー、ER 緊急救命室、 ボーイミーツワールド、ドクター、マークスローン、ドクターハウス、FBI 失踪者を終え、メイク・イット・ア・ブレイク・イット、NCIS ・ネイビー犯罪捜査班、ボーンズ、CSI、科学捜査班などのテレビドラマにも出演している。クルーニーは、バギナ・モノローグスの公演にも参加し、巡業に出ている。ロサンゼルスの舞台にも出演しており、創作劇、エロスのコメディを制作し、 主演している。この作品でドラマローグ賞最優秀女優賞を受賞している。ありがとうございます。